ウィリアム・ホールデンとオードリー・ヘプバーン・ウィリアム・ホールデンは、アメリカ合衆国イリノイ州出身の俳優である。本名は、ウィリアム・フランクリン・ビドル・ジュニア。イリノイ州をファロンに、父は、科学者、母は、教師という裕福な家庭に生まれる。学生時代は、最近学者を目指していたが、パサギのハイスクールから、ジュニア・カレッジに進学した頃から演劇に傾倒し、 パサディナプレイハウスで演技を学ぶ。劇団に所属して、キュリー夫人の俳役で舞台に立っていたところを、パラマウントにスカウトされて1938年に、映画入り。ホールデンの芸名の由来は、彼がパラマウントの重役に紹介された際、たまたまかかってきた電話の相手の名をいただいたものだった。1939年のデビュー作、ゴールデンボーイで早くも注目される。 その後も前科者、我らの街など好調なスタートを切る。当時は赤ん坊のような笑顔を持った林家のお兄ちゃんと呼ばれ、アイドルスターとして売り出した。第二次大戦中は陸軍航空隊に所属。4年間の軍務の後、戦後再び映画に出演するが、しばらくは作品に恵まれず復帰間もない頃は低迷していた。しかし、1950年、 ビリー・ワイルダー監督のサンセット大通りでアカデミー主演団優勝にノミネート、この一作でそれまでのアイドル路線から脱却し演技派スターへと変化を遂げてスターダムを駆け上がる。その後は1950年代を通じて工業的に最も信頼できるスターと称され数々のヒットを飛ばし、特にビリー・ワイルダーと再び組んだ第17捕虜収容所では念願のアカデミー。 主演団優勝を受賞。他にも、デビッド・リーン監督、戦場にかける橋、キャロル・リード監督、カギ、ジョン・ホード監督、騎兵隊、喝采、うるわしのサブリナ、ピクニック、墓女と、世界映画史を代表する名作、ヒット作に出演し大活躍。常に、人気も上位にランクインしていた。来日もしており、黒沢明監督との写真も現存する。 りの橋では、淡路稽古、戦場に駆ける橋では、早川雪州、第七の赤月では、丹波哲郎と共演をしている。ハリウッドでも指折りの実業家としても有名で、野生動物の保護に熱心に取り組み、1970年代には、アフリカはケニア2260エーカーにも及ぶ、広大な土地を購入、そこを保護区にし、サファリクラブの共同経営などにも参加した。 また、1959年には、税金対策のために、家族ともども、スイスに移り住んだりした。女優のブレンダ・マーシャルと、王将前の1941年に結婚し、3人の子供に恵まれたが、1970年に離婚。1960年代終わりのアメリカンニューシネマの時代に入ってからは、人気も加工気味になったが、1969年の、 サムペ・キンパー監督、ワイルド・バンチ、1973年のクリント・イースト・ウッド監督、愛のそよ風、1974年のタワー・リング・イン・フェルノ、そして1976年にはシドニー・ル・メット監督、ネットワークで、再びアカデミー主演団優勝候補になるなど、活躍を続けた。しかし、私生活では、事業の不思議や呼吸器疾患、 年下の女優ステファニー・パワーズとの関係などから、晩年はアルコール依存症だったという。1981年、自宅にて、名定状態で絨毯で足を滑らせ、テーブルに頭をぶつけてできた傷からの出血による失血で死去した。遺体は火葬され、遺体は太平洋に巻かれた。個人の遺行により、葬儀等は行われなかった。本格的デビュー作、 ゴールデンボーイで共演して以来、長年、彼と交流のあった女優バーバラ・スタンウィックが、彼の死去後の1982年3月29日に、開催された第54回アカデミー賞受賞式で、名誉賞を受賞した。その受賞スピーチでバーバラは、彼が好きでした。亡くなって寂しい。彼は、私がオスカーを手にすることを、いつも願ってくれていました。と語り、 オスカー像を掲げ、私のゴールデンボーイ、あなたの願いが叶ったのよ。とスピーチを締めくくって、哀悼の意を表した。アンセストリオブ、ウィリアム・ホールデン、ジーニアロジー・ドット・コム。リリーブド、ノーベンバー13、2011、マガジン・ハウス間、スターの40年平凡週刊平凡秘蔵写真集、より、ハットデス・サーティフィケート・オブ、ウィリアム・ホールデン。 autopsyfiles.org, アクセストセプテンバ p t e b e r 28, 2016, キャブエア 2010, p164, バーバラスタンウィックリシブスオノラリーオスカーハットタワーリングインフェルノの上映スケジュール、映画情報映画の時間。ありがとうございます。